しゃくり侍。はい、どうもマコトちゃんでございます。よろしくお願いいたします。いやあら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 、どうもね、出てくるやいないや、いきなりもうコナン好きさんがね、もう喋り倒してくれて、どうもありがとうございますね。今日はじゃあコナン好きさんのやつでね、行きたいなと思います、ね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、何ですか、ペヤングエンド食べたということでね、はあ、ペヤングエンドって何ですかね。また新しいの出ましたね。もういかんせんね、まことちゃん、白川健三はですね、絶賛今戦争に行ってる最中なんでね、そんないいものを食べてないのでね。コナン好きさん、あとどこか忘れた、あ、そうですそうです、コナン好きさん台風直撃大丈夫でしたね。皆さんね、青ぽいちゃん、どうもこんばんは、まことちゃんですね。さとしさん、ちいろさん、あ、どうも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 、お疲れ様でございますね。どうもまことちゃんでございますね。早速まあね、ちょっとペヤングエンドも気になるんですが、まずはね、皆さんの安否をちょっと知りたいというかね、まあまあもう参加してくれてることでね、大体まあいいんじゃないかなと思うんですけども、大阪の皆さん大丈夫ですかね。千尋さんとか、まあコナン好きさんとか、あとは東海の方ですか、ぽよちゃんね、とか大丈夫だったんですかね。河原ブラブラシャーンって、言ってないですか、大丈夫ですかね。ねえ、まああとまあね、このべしゃくりに関しては北海道の方は多分いらっしゃらないので、まあ大丈夫なのかなと思うんですけどもね。もし北海道の方がいたらね、北海道の方大丈夫なんですかね。ねえ、小名月さん、そうですね、関西 国際空港で8000人も、約1万ですね。はいはい、なんかテレビでやってましたね。高速船で110人乗せて神戸空港に移動させたらしいです。あらららら、粋な計らいをね。でも高速船って、あ、高速船ってそれぐらいだけなんですけど、なんか300、400ぐらい乗れるのかなと思ったんですけど、意外とあれなんですね。あんま乗れないんですね。コナン好きさん、いつも避けている大阪直撃ですと、はい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 、平成最後にね、平成最後の大爆弾ですね、本当にね。千尋さん、台風大変でしたと。そうですね、千尋さんのところは大丈夫ですか。なんかね、テレビで次の日見たら、なんかどっかの町ですかね、なんか自転車置き場がふにゃってふにゃふにゃふにゃドイーンってなってましたけどね。あんなにアスファルトでがっちり固定されてるもんは、あんなにもね、新聞紙が風でめくり、ティッシュがめくり上がるような感覚でね、ふわーっとねめくり上がってましたけどもね。千代さん、親類の家は、外壁が飛んじゃいましたか。この時期さん、連絡橋にタンカーが衝突しなければなんとか移動できたかもしれない。あ、はい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 、じゃあこちら渥美半島の先端を台風の影響で停電してたみたい。あれ、千尋さんか、ぽよちゃんが上げてましたよね、確かツイッターでね、なんかあの停電がなんかすごい起きたみたいなね。やっぱその間ろうそくですか。まあでも今最近ね、あの大きな地震があってからね、あのわりかしなんていうんですか、家自体にね、あの充電ができるなんかね、あの装置がありますもんね、蓄電じゃないですけどもなんかね。千代さん、友達の家は停電が起こりましたと。ああ、いや、まあ、停電だけならまだいいですけどもね、これがね、ドリフ見たく家が飛ばされてしまったみたいにね、なってしまったらねえ。コナン好きさん、連絡機に単価が衝突して
下あ衝突って聞いてコードブルーをそうですね、もうまさに海ホタル級な、ね、やつはね、ということは誰かね、相沢先生みたいな先生が言ってるかもしれないですね、で電気のとこバチバチってなってね、海に水たまりながらバショーンってね落ちてしまうかもしれませんね。千尋さん、我が家の家の近くの、仏具っていうんですかね、まあ、あのあれですね、まあ、お野菜ですね、お店は、お店の上に大きな、歩道計が設置してて、あ、はい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 、仏壇みたいな、なんかあれですよね、仏様というか、観音様じゃないですけど、あれがどうしました、落ちましたか、千尋さん、暴風で国道に落下しましたあーバーショーンっていう感じですね。ああはい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 、まあでもあれも金属って言ってもやっぱなんか空洞ですもんね。国道に落ちたらやっぱ顔砕けちゃったりとかしてるんですかね。ねえ、いやまあまあね、それでね、間に人がいなかったからよかったというか、まあね、怪我人がいなくてよかったですね。小野崎さん、電車全滅してましたらしいですね、これ。ねえ、まあでもね、なんかね、わりかし、そのやっぱね、大阪の方とかもひどいって言ってまして、まあ関東もやばいぞみたいなね、言ってたんですけど、意外とね、なんか遅れてやばいのはね、夜中でしたもんね。2時、11時から2時、3時ぐらいまでがもうやばいぐらいでね。で、それでまあちょっとずつ収まってって、朝5時ぐらいになってきて、ああ、終わるかなって言ったら、なんかね、地震がね、ガタガタガタってきてましたけどもね。まあでもまあこのね、その関東で起きたこの間の地震はまあね、北海道のとは直接関係なくてね、茨城県が震源地だったんですかね。まあそれでもね、茨城県の人ね、もうあれは朝ですからね、まあ、誠ちゃんみたく不規則な人間であれば起きてたりとかしてね、まだ寝つけないぐらいでありますから、まあね、あーってなるかもしれないですけど、完全に爆睡してる人たちなんかはね、家もドキドキもんですよね。まあそのドキドキが現実でドキドキなのか夢の世界でドキドキなのかがまあちょっとわからないですけどね。佐藤さん、次の話題いってみようもう今日はなんかね、うまくなんか佐藤さんと小夏さんがね、誠ちゃんのこの具合の悪さをうまく汲み取ってくれているのかね、ありがたいやですね。カシャカシャね、千尋さん、暴風すごすぎてスーパー袋がたくさん詰まってました。あ、なんかあれですよね、大阪か東海かどっかあれですよね、そういえばなんかスーパーかなんかでめちゃめちゃなんかね、その台風来る前日だったか、その当日の本当土直撃する前にスーパー行列できて買いだめされて、ね、お店のものがなくなったみたいなね、上がってましたけどもね。これはすごいですね。やっぱみんなカップラーメン買うんですかね。ね、なんかね、それと一緒にね、まあたまたま昨日なのかな、おとといなのかちょっと詳しく分かんないけど、ね、もう朝起きたらやってたんですけど、北海道のね、地震でなんかちょうどその関連でね、今日はもうネットのニュースがもうやたらと地震対策、非常用のなんかこう生活の仕方みたいな特集ずっとやってましたけどもね、なんかトイレの TOTO が推奨してるのは絶対断水時にはタンクには水を入れるなって言ってましたけどもね、なんかまあ逆に入れて流しちゃうと、排水管が破裂してるかもしれないから、そんなタンクに入ってるだけの量じゃ足りないみたいな、なので、地震が起きたりとか、まあ、断水時はもう直接
もう直接バケツで直接流してくれみたいなね、書いてありましたけどもね、なんか3回ぐらいに分けるって書いてありましたね。1回目はとりあえず、まあ、2、3リットルを軽めに流すみたいな、それで、まあ、流れるっていうのが分かったら、まあ、要は次 本ちゃんですよね、まあ、リハが終わっても、まあ、みんなが用足した後の本ちゃんを、だいたい最低でも、8リットルから10リットルぐらい、ですね、バシャっていきますよね。まあ、もう10リットル、10リットルってもうなかなかですよね。もう樽とかもうそんな感じですよね。普通のバケツならば、3杯4杯ぐらいね、もう往復してもう汲んで流さないといけないですからね。それでそれが終わったら要はまあね、とどめの一撃的なやつじゃないですけどもね、そこから2リットルか4リットルぐらいをまたさらにこうジャバッと、要は次のあれのこうね、詰まらないように最後の一押しでグッてこうグッてこう押すわけじゃないですけどもね、で、流すと、だから計大体まあ、1回の用を足すのに大体まあ30リッターぐらい使ってますね。でもね、断水時のこの30リッターってなかなかの貴重ですよね。まあ、誠ちゃんそのね、災害にねこう会ってしまって、ね、ああいうよくテレビでやってるこう給水所までねポリタンクみたいなのね、持っていくっていう経験がないので、あ、まあ、でも一回小学校の時あったのかな、なんか実家でね、なんかそのまだその時結構もう前ですからね、今みたくハイテクではないので、なんか貯水タンクをもう老朽化なんで交換しますんで、しばらく、水は使いませんと、なので市役所の方から、給水車を出しますみたいなことを言って、もらいに行ったことあるぐらいですけど、まあでもそれは別にね、災害になってるわけじゃないけどね、あれなんですけど、まあでも大変ですよね。だって正味あのポリタンクね、石油のポリタンク、赤いタンクですけど、あれ18リッターですから、あれでも1回の便所は流せないですからね。なんでだ、あれ2つぐらいやらないとまずいですよね。まあそうですね、コナン好きさんよくご存ね、見てますね、ね、まあ吉沢さんがね、モームスのね吉沢さんがね、捕まってしまいましたというのと、まあ、どっちかというと誠ちゃんはねこの次のね、まあ、もうまさに誠ちゃんなんてリアルタイムで見てた人間ですからね、さくらももこさんがね、亡くなってしまいましたね、ご冥福をねお祈りしたいなと思いますけども、もうさくらももこさん、ちびまる子ちゃんなんてもうあの本当にもう当初始まった時から見てて、あれ何回かリニューアルしてるんですもんね。一回日曜の枠でやってたのが一回どっか朝か夕方に移動したんですよね。で、またちょっと戻って、まあ、違うとこ行ったのかな、行って、で今の時間ですね、夕方6時に落ち着いてずっとやってるっていう感じなんですけどもね。まあね、あ、まあお姉さん役のね声優さんもね、なんか乳がんで亡くなってしまったっていうのもやってましたからね。まあだからね、そうするともうほぼほぼ人が変わってますよね。変わってないのがお父さんのひろしとお母さんとまるちゃんのおばあちゃんぐらいですかね。え、桜家でいうとね、友蔵さんも変わってますからね。ポイちゃん、ああなるほどなるほど、ちょっと戻る感じですね。8年前に台風で大停電していたらしい自家発電機を2台置いてます。ああ金持ちですね。2台ですよ自家発電。あれですか、あのお祭りでやるやつですかね、こうブーンってこう引いてダダ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 っていうね、あの赤い農家の人たちが使うようなね、お祭りのね、あの出店で使うようなやつですかね。コナン好きさん、信号がよそ見してましたよと。どういうことですか、こういうことですか風で割られてこういう感じの動きしてるってことですかね。
信号が信号の役目を果たしていないような向きを向いていましたと。ああ、だとしたら信号をやめさせるべきですね。もうお役ごめんということでね。まあもうそこまでいったらおそらくね、まあ、元に戻ればいいですけどもね、完全にお役ごめんじゃないのかなっていうね。ポイちゃん普段から、雨水をタンクに貯めるようにしてます。ああいいですねいいですね。うちのじいちゃんもね、なんかどっかからなんか拾ってきたなんか樽みたいな中にね、水いっぱい貯めてましたけどもね、植物に水やるんだっつっても一回も水あげてるようなところ見たことないですし、別に近くに植物があるわけでもないしね、なんかいっぱい貯めてましたけどもね。まあ北海道地震ねやってましたね。誠さんが6度、朝ではね震度6って言ってたんですけども、なんか変わって震度7になってましたね。いや北海道の皆さんも大変ですよね本当に。なんかまあ結構前ですけど、前昔なんか奥尻島じゃなくてなんかそっちの方でも地震ありましたもんね。小野崎さん、ゴミ袋に、和紙とか新聞とかを引いてと、そこで用を足せばいいと。あ、和紙を使いますか。金持ちですね。まあ、新聞紙とか、まあ、あとはね、誠ちゃんが小学校でこう、ね図書館で勉強したのはなんか冒険大図鑑とかっていうね、まあ、なんかアウトドア専用のなんか漫画でね、結構いろいろロープの結び方とかね、火起こしの仕方とか、なんかこう川の水を使って、ね、飲めるってわけじゃないですけども、なんか水をきれいにする浄化槽の簡単な簡易的な作り方とか、外で用を足すのはこういうふうに用を足せみたいなね、こんなトイレは嫌だみたいじゃないですけどもね、鉄拳さんみたいな感じなんですけど、なんかそんなね、こんなこれぐらいの厚い本を見たことありますけど、まあ穴掘ってね、穴掘って、まあ段ボールかまあなんかねいらないやつで囲いを作りのそこにねパッとこう入ればね、あとはもう埋めるだけでもうあと肥やしになりますからね。まあでもまあ新聞とか引いて、まあなんかそういう外でするのにこう抵抗がある人はなんかね今小南関さんが言ってくれたようにあえてちゃんとしたその便器を、そういう感じに使うっていう方法をやってますよね。普通の便器、まあまあ水はないですからね、まあ、止まってたりとか一回流しちゃえば終わりですから、そこにね、ゴミ袋みたいなのをあえてですの用を足すところに引いて、で周りに今飛び散らないように新聞とかを引いて、で用を足すと、で用を足したらそのまま縛って、まあ、捨てるのか、どっか肥やしにするのかっていう方法をやってましたけどもね。まあでもねなかなかねもうスタートすっきりしてるところでこう自分のは持ちたくないですよね。ねまあ、であればねちょっと、まあ、大変になってしまいますけど外でね、まあ、穴掘ってなりしてね、ちょっとポットンペンチョ風な感じでね、やった方がね、してる間はちょっと逆に辛いですけどもね、し終わったらもうあとは埋めるだけですからね、楽ちんかなと思いますけど、小南崎さん水は大事だから、そうね大事ですね、大事なんですよ。大事なのにまあまあしょうがないですよ。これはもう排水管積もらせたら元もこうもないですからね、まあ破裂してたらもっと元もこうもないですけども、まあね大体30リッターぐらい使うっていうのはね、まあ、30リッターあったら何ができるんだろう。30リッターあったらまあ1日分半日分ぐらいの生活水になるのかな、普通の飲めたりするものだったらね。まあでもまあ便所で使う水なんてその辺の川で汲んできたりとかね、多少まあちょっとこう綺麗じゃなくてもね、問題はないのかなと思いますけど、佐藤さん災害の時はガスコンロは持ってると何かと便利だよ。そうですね、これは便利です。
ただまあガスコンロがなければ100円ライターですね、100円ライターなり着火マンを持ってれば、もうとりあえずはどうにか やりますね、やれますね、やっぱこの人間ってこの、何ね、よく小学校の時とかねやったかと思うんですけども、もし無人島に、無人島にですよ、一つだけアイテムを持っていけるとしたら何とかね、よくやってましたけど、って言った時にね、まあ大体まあ小学生ね、あの辺の発想でいくとね、まあ大体 DS とかね、わけわかんないね、飛び道具みたいなの持ってきますけども、もう普通でいくと大体火を持ってた方がいいらしいですね、100円ライターみたいな。なんか人間この火を使えないというか、これがないとほんとやばいというか、あれなんだったっけ、ドキュメンタリーかなんかだったかな、なんか言ってて、人間ってこのまずあったかいもんは食えないとおかしくなってくるって言ってましたね。まあね、食べれればいいっていう極論に行くかもしれないですけど、やっぱ食べてると人間ってどうしてもね、この慣れてきてしまう、飽きてしまうという性でね、動物なので、冷たいもんばっか食ってると、いや夏とか暑い時だったらいいかもしれないですよね、百歩譲って。でもね、やっぱ寒い時なんかもうね、やばいですし、やっぱ体が冷えちゃうし、なんかね、なんかこう元気が出ないらしいですね、やっぱあったかいもん食べないと。なので、まずイライラ、ストレスが全開に溜まってくると、ね、で、あともう一つは、人間このね、まあ、火っていうのはまあもう一つね、まあ、明かりにもなりますからね、ろうそくとかぼんぼりみたいなんじゃないですけどもね、これはこの間、2ヶ月ぐらい前でしたっけね、タイかどっかのね、13人のねサッカーキッズたちが、なんか間違って洞窟の中に入り込んで、1週間、10日間ぐらいですか、わかんないですけど、なんかね、いたよっていう話の時の、エピソードで出てたんですけども、人間、長時間、何日も真っ暗なところにいると、これまた光を見ないとストレスが溜まってパニック症候群になるらしいですね。なので、まあ、13人もいたらパニックを起こすんじゃないかみたいな専門家が言ってたんですが、これがなんと運よくその13人たち全員じゃないんですよ、何人かが懐中電灯を持ってて、でこのコーチが意外とこの頭が切れるコーチでね、じゃあ、みんなこの明かりを、ね、全部一気に使うんじゃなくて、あるだけの本数を1本ずつ使ってって、なるべくみんなこの明かりを見るようにしようと、ね、そうすると、気分が落ち着くよ少しはと、みんなの顔も見れるしとっていうんで、精神を、ある程度こう安定させたっていうエピソードをやってて、ね、あ、そうなんだっていうのをやってたので、もうこの佐藤さんのガスコンロはね、大事ですよ。だいたい3本ぐらい、持ってた方がいいですね、まあよく売ってるセットになってるやつですね、岩谷コンロとか、ね、100円ローソンとかで売ってるやつで、ね、全然いいと思いますけど、3個持ってればね、だいたい結構持ちます。まことちゃんもカセットコンロで、めっちゃ最強の強火で、なんか煮物とかそういうのをやってたんですけども、一缶、まあ、2、3日は使えたかな、なのでまあ2、3日、まあ、3日使えたとしても、サザンガ9、9日から10日間使いますんで、どんなにフルマックスでね、フルスロットルでこう火をボワーってやってても、いけるんで、まあある程度調節したりとかすればね、いけるんじゃないかなと思いますね。小野崎さん、今水をたくさん流したりしないようになってますが、あれは逆効果なんですよ。そう、これを言ってました。うん、これ。とうとうさんはこれを言ってました。小野崎さん、下水自体自然勾配で流れる、自然勾配で流れるようになってるから水はたくさん流さないと。
そうなんですよ。なんかね、一昔前とかね、まことちゃんも小学生の時とか、まだトイレのね、お便器がめちゃめちゃでかい時はね、まあある程度、まあこれも勾配では流してますけどもね、いっぱい水を逆に使ってた時代なので、まあ、水圧である程度押し切れるところなんですけど、今は逆にこの小南月さんが言ってくれた、システムを使ってたりとか、逆にね、まあ、皆さんもね、最近のデパートとか行けば分かると思いますけど、まあちっちゃいですよね、なので、汚れる面積が少ないので、量が少ないと、ということなので、逆にそのね、水は節水型になったけども、いざこういう災害になった時はちょっとやばいですよと、いうシステムになっちゃってるんですよね。だからまあどっちがいいかってことですよね、水はいっぱい使うけども、まあ、そういう時にでもある程度はこの力技でグッとこう最後のね人流しができるっていうタイプがいいのかね、節水節水だけどもいざそういう災害になってしまったらちょっと逆に使えなくなってしまうよと、まあ本来はね、後者の方がいいわけであってね、災害なんてそんなしょっちゅう起こってしまったらまずいもんですからね。小野崎さん、下水からの匂いとか、虫の元になりますから、ね、でも大体ね便器って、ねまあお風流しとかもそうなのかなね、便器ってあれどうだったかな、なんかこう U の字か、まあ、U の字か U の字みたいになってるんですよね。こうなんかこううまくこうあってここに水がこう溜まってて、要はこっちが、トイレ下水と、なってた時に、こっちの匂いが戻らないようにこの水がある程度溜まってる状態で蓋をするというね、システムになってるので、ならないと思うんですけど、ただまあね、小南月さんが言うようにこれがね勾配システムなのでうまくこうね盛んになっちゃってると、その蓋ができてない状態になってたりするので、ちょっとでも隙間があるとね、匂いが上がってきてしまうとかというのがありますからね。小南月さん、大雨が降っている時はトイレとかお風呂の水はできるだけ流さないようにしないといけないよと。あ、ゆかこさん、こんばんは、どうも、まことちゃんでございますね、お待ちしておりました、ね、先週は画面見ながら寝落ちしてましたお母さん、お母さん、お母さん、ゆかこさんゆかこさん、お母さんですからね、まあね、お母さんだって疲れるのよって言われてしまったらね、それまでなんですけどね、まあ、お母さんはすごいですからね、一力さんもすごいですからね、今日はいらっしゃっているのかな、あ、いるのかな、ね、もうちゃんと働いてて、もう家事もやってるスーパーお母さんですからね、でもってなんかね、離婚をきっかけというかね、その前後なんでしょうけど、まあ離婚きっかけじゃないと思いますけどもね、ちゃんとしっかりウォーキングとね、ジョギングをこなすスーパーお母さんですからね、だからまあまあね、ゆかこさんも仕方ないっす、ね、画面ながら寝落ちしてましたなんて逆に可愛いかもしれないですね、こういうことですよねね、まことちゃんも最近それやります、携帯ゲームをねちょっとでもね、時間があればちょっとでもやるんですけど、いやでもやっぱ無理っすよね、もう撮影とか行って帰ってきてクタクタになるとね、やっぱ撮影中ね、皆さんのツイッターも 見るのもままならない、ままならないですけどもね、なんかこう疲れを発散させたいがゆえにこうやるんですけども、もう疲れがもう上回っちゃってるから、もう気づくとゆかこさんと一緒でこういう感じですよね。小南月さん、水道代が安く済むからっていう理由でねと。ね、
小根さん、G が上がってこれないように水が溜まるようになってます。あー、なるほどね。じゃあ家に出てくる G はそれを突破してきた、選手たちなんですかね、ガッツがあるやつなんですかね。だから G なのかな。ゴッキーの G じゃなくてガッツの G なんですかね。チーズヒーローさん、先週は台風があったり地震があったりして怖いですね。やっぱね、最後、平成最後ですからね、もういろんなことがもう決算ですよね、時代の決算期ですよね、もうあれやこれやもう総まとめでもうボンボンきますよね、だからまあね、まあ地震あって、大雨あって、台風あって、次ね、まあ、誠ちゃんもね、いよいよもうちょいしたらシーズンイン、ね、していきますけども、これが雪がどうなるかですよね。なので、いやー大変ですよ。ね、小野崎さん、火事もして、火事のしてと。千代さん、マイバースデーに地震が起こる。あ、いつですか。あれ、この間かな。え、地震で、あ、今日か。地震って北海道地震ってことですよね、千代さん。おめでとうございます。ね、ハッピーバースデートゥーユーということでね、ハッピーバースデー千代さん、おいくつになりましたか。ね、もういい色男の年齢じゃないですか。ね、お嫁さん見つけましょう。うん、で、あの、美味しい生姜焼き食べさせましょう。ね。ヨコさん、床に事件現場みたいに寝てました。この場をお借りして、千尋くんおめでたと。あ、そうですね。皆さん、ね。千尋さんの誕生日ですからね。まあでも確かにちょっと切ないですよね。自分の誕生日なのにこうちょっと周りでいろいろね大変なことが起きてしまうと、自粛するべきかみたいな、今年だけは自粛するかっていうね感じだと思いますけど、千尋さん、ゆここさん、ありがとうございます。コナンズキさん、ハッピーバースデー千尋さんということで、千尋さん、コナンズキさんからも、バースデーメッセージ届いておりますね。千代さん、今年もいろいろありすぎて怖いですと、ね、まあ、2回もね行田来ちゃってますからね、今年ね、千代さんね、それはもういろいろな、もういろいろありますもん。ね、ゆこくさん、カジノしますと、最近してませんが、佐藤さん、千代くん誕生日と、あ、佐藤さんからもね、バースデーメッセージ来ております。千代さんね、千代さん、小南月さん、ありがとうございますね。コナン好きさん、のともで意味が変わるねと。千代さん、まず誠ちゃんが、お嫁さん探しでしょう。まあね、まあどうすかね、もうお嫁さん欲しいというかね、まあこんな見てくれですからね、できないと思いますけどもね、まあ、まずはね、お嫁さんは、まあ、まずは彼女からですよね。まあ、欲しいです。やっぱね、弟夫婦をね、と弟夫婦の子供を、おいっ子というんですかね、もう見ると、っていう一時ね、ちょっとこう欲しいな、いいなっていう風に駆られてしまう時期がどうしても出てきてしまうんですけどもね。千代さん、36歳だよ、まことちゃんと。ね、全員集合だよ、まことちゃんみたいな感じで。千代さん、僕は21歳ですけどね。いや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 、もう21歳はもういい大人ですよ、もう。もうね、油ぎっしゅな感じですよ、もう。ギッシュ千尋ですよ、もう。ギッシュ千尋、もう大阪のイケイケのもうヒョウ柄のもう虎の顔が入ったパーカーのお嫁さん探しましょう。もう虎、胸に虎で背中にゴーゴーラビットみたいなね、プレイボーイみたいな、なんかこうウサギ入ってるやつにしましょう。
ね、千代さん、佐藤さん、ありがとうございますと。小南関さん、観光国際空港開港24年目の日に台風が24年前の9月4日に開港したらしいと。なるほど。ドンピシャっていうことですね。まあ、ある意味あの、ね、自然のお祝いということですね。小南関さん、彼氏でもいいんじゃないと。小南関さん、多様性の時代ですからねと。ゆこくさん、油出てればまだまだ若いわと。さあ、ね、これは出川さんというリアルガチなやつですかね。いやリアルガチだなってやつですかね。いやいや出ますでしょう、ゆかこさん。全然、まあ、ゆかこさん出ますでしょうって言うと失礼になってしまうかもしれないですけどもね。全然うーってやればうーって踏ん張ればなんかこの辺がじわじわじわって出るでしょうね。ね、でも意外とゆかこさんね、女性の方でもね、なんかだんだん油が出てこなくなるって言いますけど、意外と一番出てるところ、多分まことちゃんが知ってる限りだと、頭だと思いますよ。頭皮の油はもう何歳になっても出まくりですよ。もう出まくりまくりスティですよ本当に。もうね、まことちゃんよくこの坊主になってから、結構ね、なんかこうぎっしゅってるなっていうね、ちょっと頭ぎっしゅってるなと思ってこうね、ジャバジャバジャバって水でやるとやっぱね、ちょっと洗面器濁りますもんね。千尋さん、21歳の自覚ないっすと。いやそんなもんですよ。千尋さんが21歳の自覚、21歳なんてまだまだですよ。それよりもさっき言ったまことちゃん36ですよ。36の自覚がない方がだいぶ問題だと思いますよ。ね、36になった気が全然しないですから、なんなら去年の35歳になった気もしませんから、ね、気づけば多分おそらく31か2ぐらいで多分自覚は止まってますよ、誠ちゃん。千尋さん、ヒョウ柄。小野月さん、カサカサらしいですからね。千尋さん、おばやんけど。バレた。いや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 、でもほら最近のね、千尋さんぐらいの年齢の子ってあれでしょね、年上好きが好きでしょね、ね、年上好きのやっぱ包容力がある女の人が好きなんでしょね。もう大阪の女の人はもうね、どんどんもうウェルカムって言ってね、いいんじゃないですか。ヒョウ柄に飛び込んで、ヒョウに食べられるぐらいな感覚でね、俺ヒョウに飲まれるぜぐらいな感じでもう胸に飛び込んでいきましょう、千尋さん。そしたらすぐお嫁さんできますからね。この時さん、2人で仕事して稼げば楽かもよと。千尋さん、油で顔をテカテカと。ね、テカテカですよね、ほんと。あのテカテカだけはどうにかしたい、本当にね。千代さん、冬場は顔カサカサと。いや、出たり出なかったり、すごいですね、この振れ幅が、千尋さん。ね、横尾さん、カッサカサーや。スーパーの袋を開けられましたね。それはマコトちゃんも一緒です。もうね、あれはもうね、もうだマコトちゃんとか、まあ、ゆかこさんどうかな、ね、千尋さんぐらいの年齢の時なんて、レジに置いてあるでしょ、レジとか、ね、スーパーにこう、海綿体というかね、入ってるお水つけてください、指っていうね、とか、指につける指サック、もうあれなんてなんでお前ら持ってて、なんでそんな使う必要があるんだと思ってたんですけど、もうあれないと、もうあれ片手にないともう全然仕事できないのね。もう
レジ袋の封印はもう解けないよね。もうでもあれ、カサカサな人でも剥ける方法があるんですよ。剥けるっていうかね、うまく広げられる方法があるんですよ。何だと思います？簡単です。パチンって叩いてズリ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 って火起こすぐらいようなね、火起こしのようにズリズリズリってやると、このズリズリズリってやってる間の中に摩擦というか、静電気というかね、がまあ生じて、静電気がなくなるのかな、まあ、やるとずれてペラッと抜けるんですよね。なんてよかったらゆかこさんやってみてください、ね、かまあ最悪ね、千尋さん呼んで、千尋さんの、ね、ごめん千尋くん、ちょっと顔貸してくれるっつって、こうペッてこうペッてやって、こうペッてってにしまして、袋をパッて取ってピュッてやれば袋開きますんでね。なんでいつでもゆかこさん、もし袋がね開かないってなったら、千尋さんにダイレクトメールをね、 DM を送って、千尋さんに来てもらいましょうね。で、あ、もう千尋さんも、あ、来たなとね、クエストが来たなとクエストが来たなと思ったら、もう顔をこうやって提供しに行きましょう。ゆかこさんどうぞっつってね。千尋さん、あと9年で30歳とかなんか怖いな、ちょっとやめなさいよ、ここに30超えてる人いるんだからやめなさいよ、千尋さん。いやまあでもね、30、男の30ってそんなに自覚はないよ、うん、ね、女の人の30はもうね、言わないようにしておきますけど、それはもう、それはもうらしいですから、ね、千尋さん、年は取りたくないよ、だとしたらドラゴンボールにからね、願いを聞いてもらって永遠の命を手に入れましょうね。千尋さん、ツイッターの龍馬くんファンのフォロワー様からたくさんのメッセージいただきました。よかったです ね、これも竹内くん様様でということで、小南月さん、空気入れると、千尋さん、我が家の今晩のディナーは大好物の唐揚げでしたと、お母さんありがとうございます。あ、千尋さんのお母さん唐揚げ得意ですかね。まことちゃんのお母さんも唐揚げが得意だと思いますね。っていうか、まあ唐揚げしかないかな、唐揚げしかないかなっていうと、泣いちゃうかもしれないですけどもね。いやまあなんかね、一番インパクトがあるのはやっぱり唐揚げなのかな、唐揚げと、あとはまあお正月に作るナマスですかね、あの2つだけがまあまことちゃんの中ではインパクトがあるね。まあ声を出してね、おふくろの味は何ですかって言ったら、まあそれなのかなっていうね。小月さん、それは普通にやるやり方と。ゆかこさん、年を取るといろんなことがどうでもよくなるので、年取るのも悪くない。あ、まあね、ね。コナン月さん、もしくは店員に言う店員側ですからこっち。まあでもね、ゆかこさん、そのね、妥協もね、いい時と悪い時ありますよね。ここで怒りたいけど、今自分にはそのエネルギー、マジックパワー、いや、ヒットポイントがないみたいなね、時があって、どうしても、あ、ちょっとこの時だけは欲しいなみたいな、ね、怒りのマジックパワーをもうちょっとこうあればよかったなっていう時がね、あると思いますけどもね。まあ、誠ちゃんの場合はいかんせんね、無駄にヒットポイントはありますからヒットポイントがあって MP がない、まあ、どっちかというと完全な戦士タイプですね。まあ、ゆかこさんとかね、お子さんを持っている、ね、お母さんはどっちかというとね、巧みな話術を使ったりとかね、うまくこうね、マインドコントロールするので、まあ、まあ魔法使いタイプか、僧侶タイプかね、っていう感じじゃないのかなっていうね。まあ、たまにね、ちょっと面白いお母さん、パルプンテを使ってるお母さんいますけどね、ちょっと何言ってるか分かんないです、お母さんっていうね、ありますけどね、
逆にパルプンって来て魔人が来てね、ガーツンって逆にお母さんがやられちゃうってパターンのお母さんもいますからね。アマゾンボタン押しちゃいましたね、横尾さん。この時さん、アマゾンプライムでなくなりそうな洗剤とかボタンを押したら注文できるシステムありますよね。いや、そう、あのね、これちょっと聞きたいんですけど、ちょうど最近というか2、3日前なんですけど、誠ちゃんちょっと自転車欲しいなと思ってて、今なんかね、自転車ね、一番誰かくれねえのかなと思って友達を探してたりとかね、してるんですけども、なんかね、いや、アマゾンで買うべきか楽天で買おうかみたいなちょっと思ってるんですけども、まあでもまあね、両者双方というか、なかなかそんなね、どっちがこんな値段がバーン安くて高いっていうのがあんまりないので、どうなんだろうと思ってね。べしゃくりの中だとわりかしアマゾン使ってる人の方が多いのかな。まことちゃんはまあわりかしなんかこう結構送料が無料とかが多いのかな。楽天が多いんですよね。佐藤さん、星投げたら千尋くん出てくるよねと。ほう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 。千尋さん、まことちゃんは唐揚げ作り得意ですかと。いや、唐揚げは得意じゃないですね。得意じゃないっていうかね、作ったことがないかな。どっちかというと、親子丼みたいな方が得意ですね。親子丼とオムライスは得意ですね。まあね、千尋さんは見たことないのかな。結構まことちゃんオムライスとか親子丼もツイッターで開けてたかな、ね、夜バイト先ダーツバーのやつでね、このまかないパッて作った時の載せたことあるんで、どっちかというと唐揚げより全く違う、ね、親子丼の方は、写真上げてたりとかしますけどもね。ゆかこさん、コナン好きさんそれですと。おお、コナン好きさん、ナマスってナマス？ナマス、あ、そうか、関西だと食べるあれがないのかな。なんて言ったらいいんだろう、お正月におせち料理で、オレンジ、人参と大根の、酢の物と呼べるのかな、酢で和えた、ちょっとね、ものによっては柚子のちょっとこう皮が入って、柚子風味なのがあったりするんですけども、多分向こうだと酢の物っていうのかな、多分関東はナマスって言うと思うんだよな、まあ、一力さんとかいてくれればわかるんですけどもね。千尋さん、お雑煮みたいな、いや違うんですよ、あの大根と人参を細く切った、あの短冊じゃないですけど、もっと細い切り刻んだ切り刻んだっておかしいな、ね、の、まあ、酢で和えてるものですね。ゆかこさん知ってるかな、長野だとナマスっていうのかな、ね、多分言うと思うんですけども、ゆかこさん、まこちゃん選手だから油出るんだね。もうギッシュですよ、ギッシュまことちゃんですから、もうダックダクのデルデロですから、デルデロのダックダクのベロンベロンですから、もうすごいです本当に、もうちょっと外行ってパッて帰ってくると、もうテッカテカのもうダラダラのベロベロですから。小野月さん、自転車保険入らないといけないよと。おおおお、ああなんかね、今いろいろうるさいですもんね。千代さん、聡さん、小野月さん、スケボーにしたらと。ああね、そうスケボーやりたいなと思うんですけどもね、バランスボードじゃねえや、ボディーボード、違う、ボディーブレード、いや違う、なんかそんなようなのは思ってるんですけどもね、一応スノーボードのオフトレ用で、譲ってもらったのあるんですけどもね。千代さん、卵料理得意なんですねと。そうですね、わりかし卵料理になっちゃうかもしれないですね。でも卵料理もあれ一番シンプルで一番難しいですからね、ちょっと火の量とちょっとした時間とかの加減でも全然卵って味も風味も全部違いますからね。やっぱ卵料理を制するものはね、なんかこうよくなんか和食を制するじゃないですけどなんかそんなようなことなんかね、美味しんぼかなんかで聞いたような内容が、
ね、嘘ついてたらすいませんね。多分嘘です、嘘だと思いますけど。小野崎さん、あ、ナマス知ってますか？ね、小野崎さん、大根と人参の、それ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 です、細切りのやつですね。あ、ナムルには入ってないな。それはナムルですね。まあ、形はあの感じです。ナムルに入ってるあの細さのものを、完全な酢ですね。お酢、うん、のような、あ、そうです。まあそういうことですね。湯川子さん、大根はお刺身のつまみたいに細く切って、人参も同じく細くしたものを酢のものにしたやーつ。それやーつですね。正解です。千代さん、あ、雨降ってきたと。あ、まあでもね、まことちゃん来る時もちょこっと降ってましたけどもね、まあでも別に台風でもなんでもないからね、まあなんか残骸的なやつなのかなと思いますけど、千代さん、僕も卵料理得意そう。あ、じゃあ今度ね、また東京の方に来た時はじゃあ一緒に、一力さんのお店を借りて、卵料理作りましょうね。ね、もう完全にもう一力さんのお店をね勝手に使うっていう最低な最低なまことちゃんですけども、後でちょっとねお願いして聞いてみます ね、 ね、今度はご飯食べに行った時もまあねちょっと邪魔にならない時に行こうかな。まあでもなんかね一力さんのねところもねなんかこう結構雨風がすごかったっていうね、もしかしたらね当分はちょっとまずいんじゃないかなと思いますけどもね、一力さんのあのねラーメンの周りもいろんなのがもう多分飛び交ってるかもしれないですからね。お、50分ということで、 ありがとうございますね、早いねと。ゆかこさん、東の料理なんですねと。ナマス、お正月のあります。あ、え、あ、やっぱ西では言わないんですかね。まあでも今はでも東西とかねあんま関係なくて西は西でも食べるんじゃないのかなと思うんですけど、逆にゆかこさんのとこがないのかな、長野。いやでも長野あるっつって言ってたような気がするけどな。ちげさん、一力さん協力してくれますかねと。どうでしょうね、もしね次回今度はうまくてくれた時にそろっとそろっと聞いてみましょうね。佐藤さん、早めに、報告しないと先週みたいにギリギリになって慌てるからね、いつも心配していただいてね、ありがとうございます。小野崎さん、まことちゃんからの話のネタじゃなかった今日の配信、その今日はねもう小野崎さんもブイ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 コメントしてたから逆にちょっとね任せてみましたね、っていう回どうでしょうね。ゆかこさん、そうですねと、告知のお時間ですと、そろそろ告知の時間ということで、じゃあね、もう皆さんがすごく心配してくれてるので、まことちゃんの体が持つうちに、ね、告知だけをしたいなと、ね、思っております。じゃあ、ね、まあ、今日はね、ちょっと変わった形式でやりましたけどもね、まあ、もし相談事なりとかね、もうなんかこんなんありますけどっていうのがありましたら、番組宛てにサムライアットマーク冒険王 .co.jp に送っていただければね、来週ご紹介、来週、まあ、次の時に告知できるかなと、あ、まあ、ご紹介できるかなと思いますね。それとじゃあと、ツイッターやっておりますので、アットマークトッキーチュンと、入れていただければ、今絶賛ね、水平のまことちゃんの、写真が出てくるんじゃないかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。フォローお待ちしておりますね。なるべくなるはやでね、なるはやで、フォローをしたいなと思いますので、ね、よろしくお願いします。それと、小林さん、ドット JP にドット JK では、届きません。ほう、ほう、
JP？ あ、小松さんが JK になっちゃってるってこと？あ、ドット JK？ え、ドットの女子高生ってことですか？ね、違った。さあ、それとですね、さあ、いよいよもう佳境ですね。こちらですね、ババンと。まあもう誠ちゃんはおそらく殉職してるんじゃないかなと思っておるんですがね、ね、第8話、この世界の片隅にということで、いよいよねこちらの番組も、もう終わり、ラストスパート最終の方に、入ってきました。次回放送がですね、9月9日夜9時と39の日ですね。まあ999、まあでもこの日はね、ねよく毎年やるね99さんね、99の日って言って意外とイベントやるんですけど、今年はやるのかなね。なのでもしあったらね、そちらも、どうでしょうかね。そうなんです、まさに急つながりね。あえてね、いつもはねここ、まあ、皆さん知ってると思いますけどね、21時って書くんですけど、あえて今日は夜9時と、ね、しました。ね、なのでそうですね、まあ、9話だったらね、9999っていう感じだったんですけどもね、そうなんですよね、ギャラクシーエクスプレス39 ね、メーテルですよ、銀河鉄道39ですね。なのでこちらもよかったら、ご覧くださいね。先週はもう誠ちゃんは一番意外と好きだったかなっていうね、好きだったっていうとおかしいですけどもね、もうあの小野真知子さんの芝居はもう誠ちゃん泣いてしまいましたね、本当にね。なのでよかったらね、まだ8話もいいとこなのでね、見ていただけたら嬉しいかなと思います。さあ、ね、こんな感じで、告知してましたけども、次のクールはそうなんです、いよいよね、あの作品の続編が帰ってきますね、下町ロケットとね、ゴーストでしたかね、タイトルがね、タイトル宇宙から、地上ということでね、まあこちらもすごい作品になってるんじゃないかなということなんでね、もう千尋さんとかも龍馬くんファンはもううずうずしてしょうがないでしょうね、また出ちゃいますからね、なのでそちらも、続いてね、見ていただけたら嬉しいかなと思います。小野関さん9が4つ、あ、なるほどね、まあまあね、ネガティブに取ってしまうとそうなってしまうかもしれないですね。佐藤さんお疲れ様でした。あ、早い、ね、まあ今日もねこんな感じで、で今日はコナン好きさんの巧みなものバババババババということでね、助かりましたね、ありがとうございました。ちぐさん、来年の秋クールは陸王第2シリーズを期待してますよと。いや、まあね、まあ、出れればいいですけどもね、こればかしはもう一ね末端なエキストラな誠ちゃんの権限でどうにでもなることはないのでね、ね、これをまたね、福沢さん、福沢監督にね、お願いするしかないですね。はい、千代さん来週はありますよねということで、まあおそらくまああるとは思います。はい、特になんかね、撮影だよって言われなければ多分あるかと思いますので、まあ、あと誠ちゃんの体調不良がね、悪化しなければ大丈夫かなと思いますね。まあお楽しみにしててくださいね。誠ちゃん一人旅に出る企画はないのかな。まあボリューム100ぐらいになったらいろいろなんかやるんじゃないですか、わかんないですけどもね、ね、まあ、後々やりたいなとは思いますけどもね。ね、さあ、まあね、今日皆さんね、特にまあ小南月さんとか、千尋さんとか、ゆか子さん、さとしさん、ぽよちゃん、まあね、皆さんありがとうございます。ね、今週もあんじゃねえかんじゃねえ話してきましたが、お時間でございます。ありがとうございました。